昨日YouTube 東京にて、照明の、講座を、受講しました、照明に関しては初めてなんですが非常に参考になりました。三点照明ということを習いました。三点照明を、作ってみました。まずメインの照明なんですが、あの左のところにこれが、一応メインの照明、一番今持っている明るい照明です。それから、その反対の反対側にあるのがこれが、この LED の部屋、やはり小さい照明です。それから三点照明でバックライトっていうのがあるんですが、さすがにバックライトは難しいんで、これブラインドですね。ブラインドを開け閉めすることによって、光の強さを調整する。これ自然光なんで、その時によってあの光の強さが変わります。後ろの雨窓を閉めますと完全に光を遮ることもできます。実際にじゃあ、私なりに、照明の、セッティングをしたいと思います。まずメインの、いや、なんかちょっとよくわかんないですね。まあこの辺から、あの時にこれだったかな。で、斜めから撮りたいんで、これはこうしといて、これは光が 100% ですね。あ、もっと出るからな。これで今 100% ですね。随分明るいですね。こちらがどのくらいのかな。これはもともと小さいですからいっぱいあった。バックライトはどうしたらいいんだろう。どのくらいやればいいんだろう。これでちょっと覗いてみますね。どうなってるかな。なるほど。あれが映り込むのか。なるほどね。こちらのこれの光が強いんで、ここにかなり影が出てますね。ちょっと下はやはりこれじゃなくて、なんか布かなんか引いた方がいいみたいですね。メインのライトをちょっと、弱めにしています。弱くするとこんな感じですね。極端に例えば消すとどうなんでしょう。消すとこんななっちゃいますね。つけて最高の明るさにします。これバックライトやる、これ気になりますね。上の照明ってどのくらい効くんですかね。この天井についてる照明をちょっと、ああこれ結構効きますね。調光もできるんで、他の調光もできます。それでは次には一応セッティングがこれがいいのかどうかわかんないんですが、実際に撮影をしています。これはキヤノンの、インクジェットプリンター MG6330 です。こうスキャンナーがありまして、それから前面のところにはカードスロットがあって、カードが差し込めるようになっています。あと下は用紙トレイが、
2つ、上の義知絵は、一般的に写真とかはがきとかを、入れます。下は A4 の紙を入れますね。それから、CD を、印刷するがどこにあるんだろう。あれ、この下かな。あ、ここに、あ、ここじゃないな。どこだったかな。こういうこういうこういう。あ、ここにありましたね。これがあの CD を印刷する時の CD トレイです。あ、これで外せるのか。ここですね。これ実際 CD をここにセットしまして、これこんなかな、こう入れて印刷するんですけど、詳しくはまた、別校で、ご案内したいと思います。元に戻して、それで実際に電気を入れて、1枚なんか印刷してみて、電気を入れます。